鉄道優先は車バス優先です。一般的には結構広い通りがいっぱいあります。渡るとき先に両側を見てください。車バスなければ渡ったら安全ですよ。交通信号あるところ、横断歩道あるところで渡ったら一番安全ですよ。もし交通信号もないし横断歩道もない場合は、一人で渡ったら怖いです。みんな一緒に渡ったら全然怖くないです。中国人はね、ある人はちょっと交通ルール、特に歩行者交通ルール守れないですよ。赤信号で通り渡ります。その場合ですね、皆さんは観光ですが、もちろん安全は一番です。まだ交通ルール守ってください。赤を渡らないようにします。そしてね、